ドンちゃん。あと1パワーしかないやん。もう俺あと1パワーしかないやん。投げられたら、剣投げられたら終わりかもしれん。ドロロ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 ロ、あらろろろろろろ、あらろろろ、は、の、は、の、はの、はの。おっそすザ・ナイトウィッチ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続いてカリプソを始末するっていうことでミッションは出てきてるんですけど、こっちの工場の中でいいのかな。なんかちょっと外でなんかするような気がせんでもないんですが、道を進めるんでね、なんかちょっと行けるとこまで、あら、おや、あは、あー、こういうパズル系来ますか。そうなると、お、普通には進めないぞ。なっ、さささ違うな、前もなんかこんなあったよな、どっかで。ってことはカリプソを始末するためのなんかが必要になるんじゃないかな。ナイトウィッチ、ちょっと最近無理ゲー弾幕みたいになってきてイライラすることが増えてきたんですけど、カリプソを始末する、いや、こっち行けってやっぱ案内的には出てくるよね。今の俺でそこが通れるはずってことなのかい。ここでも下行けへんよね。ここも行けへんよね。なんか行く方法あんのか。じゃあさ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 あいや絶対違う気がするな。あ、お前を残しといて。あ、なるほど、そういうパズル要素きます。じゃあここにまた残しといて、ちゃうな、こっちやな。あ、違うな、何やってんねん俺。とりあえずお前邪魔やな。あそこを突破するには、ちゃい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 、あ、こいつも使えんのか。え、ちょっと待って、むずいな。そうなるとこっち、あそこ開けて、そこ、ここにこいついといてほしいな。で、一旦そこ開けて、オッケー、ナイス、あ、ナイス。うわ、そんな感じ、パズル要素出てきますか。な、すごいうっとしのいる。さよなら。よくわからんけど、さよなら。カリプソを始末やだ、なんかいろいろやだ、いろいろめんどくさそう。なんかこれで、す、ここに行っといてもらわなあかん。どうやってあそこを開けるか。ここにいといてもろて、あ、邪魔やな、もう弾幕、弾幕邪魔やな、撃たないで、もう、ふんふんふん、ここすっすっで、ここにいといて、何がどこ行ったらいいの。何しにここ来たん俺。
ん、あそこ叩くことで、ちょい、あそこを叩くことで何が開いたんや。ちょっと、うん、お前一番落としな、迷惑。あそこ、うん、どこに行こうとしてる俺今。あ、ちょっと待って、なんかあそこに鍵みたいなのあるな。あれを取んのか。もう目的がわからんかったわ。目的わからずにパズルとりあえずやってたわ。これね、補助の鍵。よし、で、すん。で、ここに猫ちゃん置いて、可愛い猫で、この弾幕のイライラが和らぐとでも思うなよ。相当イライラしとったぞ。はっはっ、帰る。レベル1、開きました。アンブッシュ来そうな予感。うん、来たー。これでやられてもうたらまた最初からとか、もう一回最初から鍵取りにからあかんとか、そんなことしてきそうで怖い、このゲームは。はん、引っ張られるな伝わりにくいやろうけど、磁石に引っ張られるな、端っこの。ふん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 、ほらほら、どれが俺の弾じゃ、わからんわ。はい、ブンブンブンブーン、当たってブンブーン、全然当たってない、ブンブンブーン、敵の弾だけ当たる、ブンブーン、ハンドキャノン、はっ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 。どっから、鍵は持ってるよね。鍵持ってなかったら怒んで。せっかく買ったアーマーが、鍵は持ってる。でもきついなもうこのゲームきついわ。ふん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 、簡単に避けれるようになってるわけじゃないのよね。どうしたいね。うん、あ、まあまあまあ、当たるよね、どうせこのゲーム当たるよね。もうあと1パワーよね。クリアできひんように作ってるよね、もうね。人をキレさすためのゲームよね、もうもはや。これを楽しいと思っている人はいるんでしょうか。それぐらいちょっとこのゲーム作った人たち、ゲーム作るのが下手くそです。ストレスばっか与えてんじゃねえねえ。思った通りに動かないゲーム、それはもはやゲームではない。うん、ただの苦行、ただただ苦行、苦行のクソゲー。もうええぞ、もうええぞ。な、もうなんでそれ引っ張られんのよ。もう何が楽しくてこのゲーム作るよってん、開発会社は。頼むぜ。はい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 、避けて、はっはっはっは。真ん中に行くのがコツと見たけど、うーん頭おかしいやろ。近くにあれがないのよな、アーマー。あ、ちゃうわ、アーマー買いに行かんでもこれで氷柱を浄化したから一個だけアーマーもらえんやな。これで頑張ろう。もう頑張るしかないんや。このクソゲーをクリアするには頑張るしかないんや。はい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 、どうやっても当たるんや。避けれへんように作っとるんや、このゲームは。頼むぜ。
はい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 、避けれへんように作ってるよねやっぱね。頼むぜ。すごいよ、絶妙におもんないぞ。あんまりそんなこと言いたくないけど、さすがにここまでおもんないと俺は言うぞ。もう勝手にあそこに引っ張られるよな。せめてあの磁石みたいなんで座れなければ回避がまだうまくいくんやけどな。みんなにはこう、わかる？あれに引っ張られてんの、勝手に。勝手に引っ張られるから当たんの。避けれないようになってんのだから、どう頑張っても思った通りに動かない。常に風が吹いてるみたいな感じで言ったらいいんかな。おらー、初めて使ったけど倒せてへんやんけ。しかも引っ張られるやんけ。ロビンクソカードやんけ。いやもう引っ張られるなそこ。おもんないな、おもんない仕様やわ。イライラするわこのゲーム。トゥーン、動画を見てこのゲーム買いましたって言ってくれた人が確かいたと思うけど、なんか申し訳ないな。序盤は面白かったけど、こんなに後半おもんなくなると思ってなかったからさ、ごめんね。こんなにクソゲーやと思ってなかったからさ。はっはっ。もう終わらんぞ、終わらんぞクソゲー。低評価ナイトビッチ、一応頑張って苦行に耐えておりますけど、ただただだるいゲームになってますよ。開発会社の人たちは、久しぶりにアホなんやろうなって思ってる。久しぶりに人間としてバカ野郎な人たちなんやろうなって思ってる。頭悪い人たちが作ったんやろうなって思ってる。ただの自己満マスターベーション野郎やなって思ってる。それぐらいゲーム作るのが下手くそ、これ作った会社。それぐらいバカ、それぐらいカス、カスの集まり、カス、おいカス。はっはっは。いやマジでこれクリア無理ちゃいます。よし、もうクリアできるまで多分カットします。意外と喋らずにゲームに没頭すると一発でクリアできるっていうね。この不思議。やっぱ喋るってそれなりにそっちの方にも神経使ってるんやなって、そう感じる次第でございますわ。
で、なんだい、なんだいここ。ちょっと今 HP ないんすけど、なんだなんだなんだ、何をしたらいいんや。これ壊すじゃないな、お前らを倒すのか。何するんだここ。こいつら倒してあれ開けて、ブーメランで全部開けて開いた。でどうすんの、取るよ。こっちは2、どこが取れんねん。こっちか。もうやめ、やめなさい、今やめなさい。帰ってきました、すぐ帰ってきました。アンブッシュあったら怒るで。アンブッシュはないね。これはここも大丈夫なようにしとかんかい。まあめちゃくちゃやな、もう何が楽しいね。弾幕ゲームをプレイしたことあんのかマジで。開発会社は、開発会社の中に、開発会社が悪いのか、開発会社の中にいるバカがいるのか。これでなんか開いた。ん、はい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 、久しぶりのカード、レックレスブラスト、栄翔者中心に爆発、範囲内にあらゆるものだけでなく自身にもダメージ。あ、まあこれだんやけ。1で使える代わりにってことか。 MP を1で使える代わりにそういう風にしといたよってやつね。でどこ行ったよね。どうやったら上行ける？あい、いや違うな。だ。ここ入って、ここと、もう一箇所、ほっ、もう一箇所なんかやらなあかへんよね。ここにこうか。嫌い、もう前も言うたけどこのゲーム嫌い。イージーでもクリアしたるからな。でもん、俺をムカつかせた開発会社、仕返しなごとくイージーでもクリアしたる。でお前らの作ったクソゲーを俺はクリアするぞ。こっち、アンブッシュやめてねー。なあなあなあ、はい、避けたー。はい、じゃあじゃあ、バカバカ、はい、全部避けたー。どうじゃ、よしよし、はい、無理無理で、レベル3の鍵があんのか。まだ来ます。あ、ん、なんや、どこで何すんや。これを両方置いといてこうか。で、はい、バカめ、たまたまうまくいった。新刊とかあるやん。これなんか意味あんのか。両方猫、あ、こっちにいたらいけるか。でペンナ、
これ上に、あ、上もそういう感じ。あ、何これ。アンブッシュやめてよ。アンブッシュも嫌なの。何？どうせ初見でクリアできひん感じにしてくるんでしょ。あいつは倒せないやつだな。なんかショットガン。なんで？うちあ、どこよけ。ここよけ。たまたま。ここよけ。ほら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 。無茶をするんじゃありませんもん。ああ、もうやだ。なんかやだ。ふる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 。全員当たれ、全員当たれ、全員当たれ、全員当たれ。よし。よし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 よあっちから行けたりすんのかな。あ、こっちからも行けるじゃない。で、やめとこ。こっち行こう。こっちの方が安全っぽい。どけよアンブッシュ。ボコボコにしたら来いや。カード運もでもこれ結構いるぞ。ふん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 。あつ意外と落とし。ゴーストガン、なんかまた新しいの。ピピピピピ、でもこれ強そう。ピピピピピピピ、うん、終わりかい。ほら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 、まずは下から、まずは下から。あーよっしゃよし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 、追尾弾やめて、追尾弾やめて、ザザザバザバ、よっしゃよっしゃ、どうじゃどうじゃ、よしよし、避けれるかい。避けれへんもん作ってくるんじゃねえ。よっしゃ。でレベさん、はあしんどい、はあもうやだ、はあ久しぶり。あいつ、ああでもいけない。何をもう、あっちから待っていかなあかんのか。うわっ、いける、これ。あ、いけるわ。怖い。ってことはここやな。さってやるとやっぱそうですよね、そういう感じですよね。いっぱい空いてるな、なんか。はあはあじゃない。むっちむっちむっち、おら、小学校の時にそういえばむっちっていうあだ名のやついたわ。むっち、いつもムチムチのズボン履いてるからむっち。ははよしよし、あ、でもそっち開くんかい。それはやんちゃ、それはやんちゃです。どけどけ、死ぬよ。あ、これ死ぬ、あーこれ死ぬな。あーさよなら。はい、知らん。もうあのスケルトンを無視していくしか。スケルトンのところで買い物しようと思ったけど、もうせんでいいわ。これでレベル3を取ったから、どこが生きるようになるんや。レベル3の扉を、この下はまだいけない。こっちは帰れるよね。よし、ここは何でしたっけ。あ、レベル3あるやん。レベル3の扉生かしてもらえませんか。そこ
よし。はぁ。X 狩りやったっけ？パワーアップするやつ。全然あれ見かけへんけど。もっとあるんかな？ほれ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 。で、ふり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 、お前はブーメランじゃ。で、お前らもブーメランじゃ。やっぱ貫通できない壁があるときはブーメランが強いよね。やめ。あ、あ、うん。よし。しんどい。ここはなんだ、何を倒せばいいのだ、わかんない。何すんの、ちょっとちょっと当たらへんのかい。避けて。あれはどれがだ、あ、何がな、何、どれが敵。なんかカード変わった。あは、何すんの。ここ行けそう。ん？ヘックスカリくれ、ヘックスカリ。ただのカード。デスレイ。近くの敵に持続的にダメージを与えるビームを発射。ビームが照射している間、持続ダメージは次第に増加。あ、強そうやで、それ。デスレイ。ここを行くには今のうちってことか。真ん中の亀が動く前に。で、つつ、おっしゃ。で、はい。何やお前。喧嘩売ってんのかお前。で、は？うわぁ、なんでこのタイミングでアンブッシュ。逃げたい。逃げられへんよね。そんなことは無理よね。なんか来てる。ちょい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 。いやー、攻撃当てにくいところに。ああ、それやばない、それやばない。ちょっとそれ、ちょっと、ちょ、どれが、どれが敵よ。毎回言うけど、どれが敵よ。どれが敵で、どれが俺よ。もうもう頑張れ。あ、でもいける。ザコめ、ザコ野郎め、開発者のザコめ。で、あ、下のあれ、あいつが原因でビーム出てんのか。いや、仕組み分かるまでむずいね。んで、新刊、新刊ってここ以外でもいけんのかな。ですよね、そうなると思った。で、あ、ちょっと待って、このタイミングでまさかアプリ落ちるのですね。マジかよ。さあ、どっからだ。あーは、デス、ちょっと待って、デスレイとかいうカードを取ったんだけど、あ、持ってるわ。ガラスいらん。あれもいらんな。このカードを捨てた後、次にドローされるカードは微妙やな。久しぶりになんか面白いカードないです？ボンバード、これ横になるやつやんな。うん、ロビンのあれはあんま強い気がせんかったのよな、6使う割に。で、どう進んでましたっけ私。ここを左って、あ、ちょっと、まあ、ちょっと、どう進んでたか。
どう進んでたかいろいろ思い出したけど、いや追跡しすぎちゃいますそれ。バイバイ。バカ野郎。こっち行って今のうち行って、でこっち行ってこっち行って今のうちで、よし、ここのアンブッシュはクリアしたことになっている。よかった。そしてこの毒やばいな、わざわざ MP を3使ってあのカードを1回消費せなあかんってことか。これここら辺でさっき落ちたやんな。こうしてここからどうすんや。あ、そこにこうして、あ、そこが開かないといけない。ここに置いといて、こうか。はい、天才。そういうのは大丈夫。大河台のゴーレム工場にある全てのドアを開ける。最初からそれを起こせ。じゃあどこが？あ？こっちの新館。せい。うへい。で全部いけるようになるってことよね。この下か、ここか。なんかやばそう。セーブとあれ行きたいけど、ここを開けるにはあっちから回ってかなあかんやな。ボスが、ね、基本的に1回でクリアするのが難しいゲームだから、ここを多分突破しといた方がいいと思うんだが、いけるか。ブーメランが欲しいな。だあ、そうや、そういう感じ、そういう、そうなるんでしたね、そうなるんでしたね、忘れてました。うらー、なんかビーム、あれビームしょぼない、なんか、あ、そういう感じなの？ちょっと思ったのと違うな。全然思ったのと違うな。逃げます。よし。どうせ一発食らったら死ぬし、ボス行ったろ。あそこ突破したかったのにな。どうも。あれ？カリプソってお前やったのね、鼻くそ。奴が来たぞ。貴様どうやって俺たちを見つけた？父と同じように私も殺すつもりか？あれ？だが待ち構えていたぞ。死ね。え、父を殺したんて俺じゃないでしょ？いきなり暴力に頼らずまだ話し合いで解決できない？黙れ。よくここまで来たものだ。今すぐこの戦いを終わらせてやる。対話無理そう。という流れでの大河台皇帝。え、ちょっと待って。ラスボスまさか。ちょっと。待って、いる、俺 HP1 しかないんですけど、ちょっと話し合いは、ね、下であいつは何やってんねん。あいつはバカなのか。あ、そうでもなかった。どうも、なんとかしてあのセーブポイントにとりあえずたどり着きたいな。どうなんやろ、もうちょい。どうやって行くんだっけ。この辺置いといて。こうして、あれ違う。どうやって行くんか忘れてるわ。え、ラスボスなんかな。そうだとしたらちょっと急すぎませんか。
まずはあいつを倒すでしょう。あいつ倒したら開くのよね。開いた瞬間ドッカン。ほらどうじゃ、頭がいいやつが勝つんです。ほらほら勝た、あいつ勝た、そんな硬かった。よしで着いた。よっしゃ14いって、いかない。となると、うん、ここでいいのよね。めっちゃ喋ってる一人で。こんなけ激しい爆発を起こしてあらゆるものをとかいろいろ言うてるけどさ、壊れた時にマシンガンへ変化するアーマー、そっちの方がいいんかな。ちょっといろんなの使ってみよう。下手したら何回もやり直さなあかん可能性あるけど。お前はラスボスなのかい？どうなんだい？急にラスボスなのかい？ドンちゃん。トゥントゥントゥン。グリーフがいる状態で頑張らなあかんやなってことは。投げてくるー。え？どう来るかがちょっと。まだ。なんで当たってんねん。おかげでマシンが起動した。ほら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 、よーな、どう来る、どう来るかが読めないな、読めないな。投げてくる、投げてこない。シューン、投げてくんのかい。投げてこない、投げてこない、投げてこない。グリーフばっか見てるわ俺。やめて、当たんのかいそれ。ツンツンツン。もう2パワーしかない。これ当たってんのほんまに。ダメージ、たた、あーそれ嫌い、あそれ嫌い。投げてくるやつね。んち、いやこれどうしよう。チュッチュッチュッ、ズン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 。近距離しか当たらないよ、近距離しか当たらないよ。ちょい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 、ドンちゃん。あと1パワーしかないやん。もう俺あと1パワーしかないやん。投げられたら、剣投げられたら終わりかもしれない。ドロロ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 ロ。シュ、頑張れ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 。俺マシンガン、最後はマシンガン、結局のところマシンガンが、ここに来てそういうのやめよう。いや、ずず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 ず、剣投げてくんなよ、剣投げてくんなよ。はーい、はい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 、あとちょっと。剣投げてくんなって言ったやんけあいつ。頑張ればでもいける。猫をそういえば俺全然うまく使ってなかったけど、あいつを置いて、ちょ待ちな、待ちな待ちな、ここちょ、あいもう剣やめろ。スン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 、剣なしよ、剣投げてくんのなしよ。お前が剣投げてこうへんかったら全然全然多分余裕。こう、ちゃい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 、タイミングタイミングタイミング、剣投げてきた、たまたま避けた。ここに猫置いてこうよ、こういうことやろ、この方法やな。でそこに猫置いているから、ここでこう、いいよ。猫ちゃんが、猫ちゃんが鍵ですね。今更やけど、今更
今さらルールを、ルールじゃなくて危な。はい、ボンボンボン。今さら攻略法をちょっと気づき始めた。どうせ蹴んねやろ。分かってる、分かってんだよ。あ、ちょっと、グリフ嫌なとこいるな、あいつ。あいつにダメージ与えてもしゃあないよな、多分な。ハンちゃん、ハンちゃん、やっとアーマーが壊れたぞ。もう半分やぞお前。あ、もう続けてダメージ食らってもうたぞ。バカだぞ俺。このタイミングで剣投げてくんなよ、剣投げてくん。話聞いて、俺の話を。ちょっと、はい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 。やばいわこれ、むずいわ。はで、やめい、ブンブン、はいブンブン、はい最強、ここ最強、これ最強の攻撃。いえ、よい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 、ここ避けれません。よし来た、バッチリ勝った、もう勝った。あ、いや、そんなこと言わん方が、言わん方が。剣投げてくる。わあ、見てられないわ、いろいろ見てられないわ。でもそんなことも、もう終わりだよ。どうなの、痛い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 、危ない。どうか、変身とかしんどいてや。お、このタイミングでカードが手に入る。当たったら死ぬとかないよね俺。ツン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 、おら。でこれは何、メメント。時間経過で消滅しない1ダメージ分のアーマー。アーマー装備中だと効果なしかい。まあでも実質回復みたいな感じやね。陛下、俺の後ろへ。何があってもあなたを守りますから。怖いよグラフ、痛いよ。そんな報告いらん。やっとだわ、ようやく手を止めてくれたのね。そろそろ話をしましょう。あれ、あ、いいとも。でも命だけは。あ、私はただの一般人だ。大河大系などもう存在しない。嘘？星中を調べ回ったが、増援もいないし、他の頃にも存在しない。私はただの詐欺師。一般人やけど詐欺師。グラフだけが信用してくれていた。私たちは孤独な集団さ。何それ、この施設の建造やゴーレムの生産、シャード技術の発明とか、マシンを壊さずに無力化する方法まで知っていたんでしょ。ただの貴族と剣士がそんなことできるって、誰でもありえないって思うわ。それは、俺たちには協力者がいる、科学者だ。あの女はヘックスオイルを知り尽くしている。この施設、ゴーレムの集団、他のあらゆるものは全て奴の手によるもの。ん？それに俺をこのような姿に変えた。ヘックスオイルでこの体を作り変えればナイトウィッチを倒せると豪語していた。ヘックスオイル？マシンの中を流れるあの呪われた液体だよね。ああそうだ、シャードもそれでできている。どっちも同じも、同質の同じ物質ということだ。私たちを信じてくれ。壇上に出す掌握なんて考えたことはなかった。あの女が私に接近して、あら、そういうことですか。カリプソは壇上の地のバーにいたのよ。いつもそこに通ってた。この声は一体どっから。やっほー、あなたに渡したシールドから。あはん、ララシー。ちょっと、ようやく気づいたって遅すぎない？まあ話を続けるね。彼は毎週の金曜だったか、よく自分の血筋について、インフォアナルについて語っていたのよ。これ、ララシーだけじゃないぞ。革命の起こし方を知らないから計画すらできなかった。でもね、地元のみんなは彼を愛していたし、敬意を払う人もいた。だから後ろから近づいて、本当に大型池の正当後継者なの？と聞いたら、そうかも、と答えた。続けて、ゴーレムの軍勢が欲しい？とも聞いたわ。なんで答えたかわかる？何のために？だって。あはは、は、泣くほど笑ってるよ。一瞬だけ、他の人に頼もうかなと思ったわ。貴様はあの時、大型池の、
旗印、金印、木印を信じると言った。うるさいわね。私みたいな天才が王家を信じるわけないでしょ。信じるのはバカな羊だけよ。ベネラブリに話を聞いてもらうためにちょっと騒ぎを起こしたの。ほう、それどれ。あなたは本当愉快でたまらないわ。ここまで純真だなんて。私を信じて白い入れてくれるようなおバカさんが欲しかったのよ。なるほど、ロビンは絶対そうしてくれないって分かってた。でも誰も知らないような新人ナイトウィッチがいてなら、あなたがすぐに採用されるのは分かってた。あなたが何も考えずに私の手を借りるくらい不用心だってのも分かってた。あら、お恥ずかしい。マシンの中でも守りが緩かったギガツリーで待つだけでよかったわけ。新人を釣るのに一番の餌だったわ。あはは、本当にスマートなエラらしい。誠に信じがたい話だわ。そこまで賢いなら次に会った時どうなるかは分かるよね。あら、怒ってる。残念。私は自分の目的とかそういうのを話し続けるつもりよ。悪役を演じるのってマジで楽しいから。それと、もし命令通りにその二人を殺していたら、あなたは英雄として戻ってこれたのに。あなたのことは気に入ったから、こうしたくはなかったけど、シールドなしで戻ってこれるかしら。あら、なるほど。割れた空。どうすんのってことよね。ここから出られないなんて、しかもあなたたちと一緒に。私はモテ遊ばれたの、モテ遊ばされたのだ。チャンスなどなかった。どうしてこんなことに。陛下。レイン、少しだけ陛下と二人きりにさせてくれ。上の工場入り口へ行け。そこで合流しよう。あらら、どうしよう。なんとなく猫ちゃんこっちに置いといてあげようか。ダンジョンに出す絵テレポートさせられるのか。できるけど、あなたとのリングがいるわ。そうか、ありがとう。本当にありがとう。なぜうまくいかない。言葉だけじゃなくて本心から言わなきゃダメよ。そうなんだ私たちはおしまいだな言うてますけど。あらららら、そんな展開が。で、一旦あっちへ戻れという。せい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 、せい、猫ちゃんやっぱり回収。お前がいないと進めませんわ。さあ、これで裏切り者たちのところ、裏切り者たちというか、もはやあっちが詐欺師よね。そいつらを倒すことになるのか。ああ、どうなるのか分かりませんが、これ強かったんかな。なんかよう分からんかったな。アーマー作るやつにしよう。メメントやもんな。うん、みんな揃ってララシールに騙されたなんて信じられない。どうしてあんなことするの。今はソーラーシールドなしでこっから出る方法を見つけないと。工場の入り口で待ってるとグラフが言ってた。何か考えがあるならいいけど。敵の敵は味方ってわけね。大変な展開になってまいりました。ってことは、あいつらを倒しに次は向かうわけですね。じゃあまた次回、その辺頑張っていきたいと思います。それではまた、よろしくどうぞ。